はい、本日も青春の食卓、サバの缶汁を今日は作りたいと思います。お椀にサバ味噌煮缶を入れ、フォークの背などで細かく潰す。ここに生姜をすりおろし、ネギの切ったものも入れる。熱湯を注いで、はい、出来上がり。早いですね。お湯を沸かしている間にお椀にサバ味噌煮缶を入れ、フォークの背などで細かく潰す。細かく潰す。こう。はい、ここに生姜のすりおろし、ネギを入れたんです。はい、ネギは冷凍したものを入れます。はい、もうチューブで入れちゃいます。お湯が沸いたので入れていきます。美味しいんじゃないでしょうか。これはちょっと味見してみます。味見してみます。うん、もうちょっと混ぜよう。味見します。うん、なかなかシンプルな味わいですが美味しゅうございます。以上、サバの缶汁でした。